カナーシー、ロッカウェイパークウェイ駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の南端駅で、ニューヨーク市地下鉄では、数少ない地上駅である。ブルックリンクカナーシーの、ロッカウェイパークウェイ、グレンウッドロード交差点にあり、終日 L 系統が発着する。ホームの様子。右側に見えるのは停車中の L 系統 R160 アンペア型電車カナーシー、ロッカウェイパークウェイ駅は、 島式ホーム一面二線の地上駅で1906年12月28日に開業した。駅南端に車止めが設けられており、2番線は1番線よりわずかに短くなっている。これは線路が通りの5番目に対して対角線上に敷かれているためである。駅エントランスはホーム南側の車止めの先にあり、自動改札機とトークンブースを抜けると、 ロッカウェイ・パークウェイに出る。地上駅のため、エレベーターはないが、ADA 対応になっている。バス乗り場とは、反対側にも、無人改札口があり、ヒート自動改札機1台と出場専用改札機1台、それに非常口が設けられている。こちらからは、市営駐車場に出ることができる。駅東側に、悲しい車両基地が隣接している。 B42 系統のバス乗り場が左側に見える。地下鉄のホームは手前側である。金足、ロッカウェイ・パークウェイ駅はニューヨーク市地下鉄で唯一改札内バス乗り換えができる駅である。金足伊布島までの区間が路面電車化される際、利用者は路面電車に無料で乗り換えることができた。乗り換えギップを発見する代わりに利用者が 路面電車に乗り換えられるよう駅に隣接して、ホーム付きのループ線が設けられたのである。路面電車は1949年4月に廃止され、ニューヨーク市バス B42 系統に切り替えられた。地下鉄利用者は、改札を出ることなく、直接、バス乗り場に行くことができ、反対に、バス利用者も、追加料金を払うことなく地下鉄ホームに入ることが、できる。通りには利用者に、 友連れして、無賃乗車するのを防ぐため、鎖でできたゲートが設けられている。このゲートは、電動で、1960年12月7日から運用されている。バスロータリーの裏手には、ヒート自動改札機1台と出場専用改札機1台、それに非常口が設けられた無人改札口があり、グレムウッドロード東98丁目交差点の北東角に出ることができる。 B42 以外のバス系統は改札外での乗り換えになり、東98丁目に面した外側バスロータリーで乗降扱いをする。このロータリーと B42 系統が使う内側ロータリーは鎖で仕切られている。ありがとうございます。